はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、モンストの悠々白書コラボやっていきたいなと思います。ガチャですね、10連引きます。悠々白書はね、第1弾の頃は僕はね、モンストはその頃やってなかったんで、お休み中でしたんで、第2弾で初めてこのガチャ引く感じですね。なんで初代のキャラクターとかも全然持ってないです。なんで何が出ても OK、 とりあえず星5以上であればね。ユウスケ、ヒエとか欲しいよね。ヒエ僕ね好きだったんでね、今回のねライゼンも良さそうなんで、まあ、狙っていきましょう。金卵確定の10連でいきます。オーブ51個になりましたんでね、いきましょう。さあいけ、ストライクシュッテー、ウィークイー、頼むぞ。お、何今の、もう一回って何？見逃しちゃって、今もう一回ショット、なになになに、今の確定演出だった、もしかして。おお、クワバラ今4なんだ、クワバラ4なんだ、そうなんだ。あ、こいつなんだっけ、敵のやつ、これも4、もしかして5だ、5、あ、プーね、プーね、プーちゃんは4でしょ。これは知らん、これ通常キャラだね。お、でも星5、マジでちょっとなんかやばいんじゃない今回。あ、エンマ様、コエンマだ、コエンマ。おお、おばあちゃん、名前忘れちゃった、4だね。なるほど。うわ、これなんて言うんだっけ、名前がムクロ、ムクロね、この封印されてるやつだよね。はあ、よかったね。あ、ムクロ&ヒエになるんだ、進化すると。いや、よかった、当たりじゃないですか。アンチワープ、アンチウィンド、アンチブロック、なるほど。そしてなんと普通で前田刑事出ましたね。この子はどんなもんなんだろう、強いんかな。あ、強いね、強いじゃん。これは神引きでしたね。はい、ということで今日はですね、モンストの悠々白書ガチャ、10連引いてみました。ムクロと前田刑事、星5が2つ出ましたね。あと桑原も2体出たんで、ちょっと嬉しいかな。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価お願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくねー。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。